うっす、明日夕方行きます。うちの先輩方を舐めてもらっちゃ困るな。会長、俺たちの任務をバカにするのか、それともお前はエルディア復権派の残党か。そうだろ、間違いない。そしてククだってちゃんと覚えたじゃないですか。そう、やっぱりできるじゃないですか。もう半分できたも当然ですよ。でも僕ならいけると思うんです。なぜなら僕は滑らないから。僕の名前は湯崎ナサ、ナサより早く。お前、女だったのかよ。ところで、食い終わるのが遅い方がここの感情を持つってのはどうだ。じゃ、ごちそうさん。それに、その少年っていうのやめてくれませんか。僕には立脇翔太郎って名前があるんです。なんか子供扱いされてるみたいで。先輩が卒業して、今部が僕一人で、今年1年生が入らないと廃部になっちゃうんです。ありがとうございます。ああ、今日もこき使われたからな。ま、どれだけ出世したところで、俺は根っこがサラリーマンだから。アルファオメガノバです、どうぞよろしく。宇宙犯罪者は宇宙パトロールまで護送するのが普通じゃないのかな。君のその面白い格好。あ、うん、雰囲気も良さそうだし、他の組織の人たちも優しそうだったしね。そうだけどさ。カネさん、ごめん、全然力になれなくて。今回のことで歴史が変わってなければいいけど。ねえ、ゴシ、今日食堂も売店も行かなくて正解だよ。昨日のあなたの暴れっぷりが学園新聞の大見出し。